はい、改めまして皆さんこんにちは。ありがとうございます。はい、2回目の登場です。望月です。よろしくお願いします。お願いします。大丈夫かな。大丈夫きっとはい、ということで、だいぶ、雨もまあまあ降ったりやんだりという感じにはなっておりますが、今いい感じなのでまた私が降らせる可能性がありますが絶対降るやつやん。はい、じゃあね、さっきとね全部全曲違う曲持ってきましたのでね、楽しんでいただければと思います。それでは1曲目からいきたいと思います。聴いてください。ドンと。ありがとうございます。歩け歩け歩けサラリーマン、チャリが戦車だ、主婦の皆様、己の戦い進めドリーマー、ヒールが相棒、オフィスレイディー、ああああドンと、ナチュラルくらいがちょうどいいのに、どんどん濃くなる厚化粧を手に入れた、満たされたい気持ちがいい、一歩俺だけ一歩、昔話で教わった欲張りは後で懲らしめられる。 Don't judge me、 待ってよ、苦になってな、 Don't judge me、 耳を塞ぐそこの ない腰、不器用くらいがちょうどいいのに、どんどん身につく女の計算、おこがましい、おもてなし、奥ゆかしい、けなげは俺安い、昔話で教わった世知辛い世の中、いかの人情、 Don't judge me、 ちょっと待ってよ、天狗になってない、 Don't judge me、 ダサい大人ここでおしまい、活動しております、シンガーの望月玲奈です。よろしくお願いいたします、うん、はい、ということでね、妻恋だいぶみんなプール入った？まだ入ってない？入った入った入った入ってません。入った入ったよかった。なんか妻恋さん、ウォーターパークさんでね、何回かライブをさせていただいてるんですけどね、こんなにこうなんて言うんですか、プールを広々と使える日は多分ない。逆に多分今日来ようって思った人は多分逆に賢いかもしれない、うん、だって何にもウォータースライダーとかも何にも並ばないでしょって、もう10回とか乗れるよ。ね、なんか流れるプールもさ、いつもだとなんか
あんまり流れないなみたいな感じなのよ、乗るなんか入ると。だけど今日とかもずっと流れ続けられるそれがね、逆に今日は賢い気がするね。はい、なのでね、まあこのぐらいの雨なら多分まだ大丈夫だと思いますので、はい、じゃあね、次の曲ね行きたいと思います。聴いてください。
時代は消えてゆく優しさを私が望んだ夜に幾万の誰かも愛を誓うなんだか頼りの幸せに包まれ笑っていたいいのです次はちょっとオリジナルで暗い感じですけどいきたいと思います。聞いてください、トラブル。次はどこに、あなたの誘いに戸惑うふりをして散らせるわけない、MC がじゃない、曲が終わった瞬間にザーみたいな効果音みたいじゃない、なんか面白いね、はい、面白くないね、みんな濡れちゃうからね
もう諦めがついてるかな。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、よいしょ。じゃあ、なんかなんだろう、私お知らせすることあるかな。お知らせすること、次のライブは、そう、さっきねすごいカミカミの MC だったけど、コンビ2のね、夏祭りということで来週の土曜日に、掛川コンビ2で行います。なんかちょっと夏っぽい格好しようかなと思っておりますので、多分ですけれども、あとは、あと静岡かな、再来週はね、静岡のウーフーというね、ライブハウス、新しいライブハウス、新ウーフーね、行きますので、そちらぜひよかったらという感じでございます。はい、まあ、あんまりだらだら MC するとまた雨降ってくるから ね、そうだね、そうだよね、さって終わった方がいいね。はい、じゃあ次の曲いきたいと思います。聴いてください。雨が降ってなかったら前に出ようっていうつもりなんだ。君たちから見たら私はおばさん、ちょっと気を使ってギリギリお姉さん、でも世の中へ一歩出てみたら先輩方ゴロゴロ、私はまだ若そうです。昔散々言われた大人の言うことを聞け、は？聞けるかそっちこそこっちの空気を読め、大人が正解なわけじゃない、国が変われば正解も変わる、昔はああ今はこう、政治はそう、これだからもうかっこいいかっこ悪い大人も一望できるのは君たちだ、でも大人の言うことを聞け、決して言う通りにしろじゃない、光っていたら信じて、腐っていたら反面教師、聞いて流して信じて捨てて、良くも悪くもお手本だ、大人と子供の真ん中のこの曲を聴いて捨てろ、大嫌いな先生のムカついた言葉が20年後になった今意味が分かった、言ってくれてありがとうとか伝えられたらいいけど、大人はやっぱり先に死ぬから、純粋に物を見れるから、これをやりたいという君たち頭ごなし反対が打ち出ていくよ、それならばもう若い頃書いた恥を君に味わわせたくはないのだろう、でも大人の言うことを聞け、決して言う通りにしろじゃない、大人じゃない、光っていたら信じ
を聞いて捨てろ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、私はあと何曲ですか。あと1曲。あ、もう1曲あった。最後の曲に行こうかなと思いますけれども、今日はね、最後の曲ね、なんだろう、音源をね新しくしたんです。だから初めてやるんですよ初めてじゃない、曲は初めてじゃないんだけどね、新しく作った音源ができたので、今日はそのバージョンでやりたいなと思います。どれだろうって感じだと思うけど、まあまあでもオリジナルなんで、あー、よし、じゃあさらさら帰る人もいるかもしれないから、この曲で締めたいと思います。でもこの後物販やるから、まだちょっと帰らないでほしいので、はい、もうちょっといてね
じゃあ最後いきたいと思います。聞いてください。ゆうばえ。Thank you.
ということでね、本日2回もライブさせていただきまして本当にありがとうございました。はい、今日ね、これからちょっとね、お天気の方どうなるかわからないですけれどもね、皆さんね、今日明日あまり川とかには近づかないようにしてくださいね。流されちゃうかもしれないからね。はい、ということで、ウォーターパークスペシャルライブありがとうございました。以上、望月ゆるなでした。ありがとうございました。